愛知県で最も東にあり、天竜川水系の大きな川が流れ、面積の9割以上が山地という自然豊かな村。ただ過疎化が進み、去年村の人口が初めて1000人を割る状況に。そんな村のピンチを救う新たな特産品として期待されているのが、このチョウザメです。村おこしの一環で育てられているチョウザメ。11年前に話題性のある名物を作ろうと養殖を開始。川から引いた綺麗な水ですくすくと育ち、今やその数なんと2万匹ぐらい、20倍か。村を PR するポスターにも、チョウザメが村の人口を超えましたので食べに来てくださいの文言が。まあ、自虐ネタって取ってもらっても結構ですし、あ、トヨネったらチョウザメ飼っとるね、そう言っていただければ。このチョウザメ、村にある道の駅ではランチメニューとして出されているんです。チョウザメを揚げたザメジューです。人気ナンバーワンは、油で揚げたチョウザメの切り身を特製ダレにつけたザメジュー。チョウザメはコラーゲンたっぷりで、身を揚げるとふっくら柔らか。でもどんな味なんでしょうか。美味しいです。癖もなくあっさり食べやすい。他にもチョウザメをすり身にした団子の定食も。軟骨が入っていてコリコリした食感がたまりません。そしてこの道の駅では新たなメニューが登場しました。ここでクイズです。チョウザメの新メニューは何でしょうか。おー、でも丼。 A 丼、 B 鍋。正解は A 丼です。 お客さんの要望で生のものが食べれないか。今年3月に登場した丼は、チョウザメのお刺身を醤油やみりんなどで漬けた漬け丼。いいですね。生のチョウザメ、そのお味は？本当タイの刺身食ってるみたいな感じです。タイより筋がない感じ、もっちりしてて美味しいです。この丼、そのままでも、お茶漬けでも、と二刀流の味わい方もできるんですよ。